はい、今、試行錯誤中の私、静香です。あの、1個、保温電球が割れてしまい、100ワットのやつが割れちゃったんですよね。で、それに、まあ、これに多分30ワットぐらいの電球を詰め込み、で、確かあの、ま、この真ん中にある汚いやつ、40ワットの保温電球で、これが確か20ワットの保温電球で、して、あ、くたっとしてる。あ、これ、寝てる。わ、寝てる。 で、まあ、リラックスすると寝ます。ほんで、保温電球ばっかり、そんな熱くなって、いや、一人になるじゃんって人は大丈夫。ここにサーモンがあり、まあ、サーモンがあり、とりあえず35度設定で、暖かくなったら切れるようになってます。そうっすね、ここだけで100ワットぐらい、こんなにやり出して100ワットぐらいの、ねとりあえず、 ね寒いからね。で、あの、ブルー、ブルームヒーターっていうか、あの黄色い、あのあ、上から温めるヒーターだと、なんかどうやらこう、寒くて歩けなかったらしく、そうですね、もうほんと外とか温度低くて、家の中も今20度ない状態なので、やっぱちょっと鶏っていうか、ひよこたちにとってはかなり寒いようです。で、この、ストーブの前っていうか、 電球の前でもうぐったりぐったりというか、いやーあったかーいって感じで寝てます。さっきまでね、この電球の上に登ってたんですよね。寒かったから。もう今は水の方まで、奥の水の方まで行っています。ほんとさっきあの水が、水飲みのところがね、遠くにね、遠くっていうかもうヒーターのすぐ近くにあったんで、水浴びしてパチパチってやっただけで、 電球切れてしまったので、ね、あとはもうちょいこう見,見てくれがいいようにしたいなと思ってますこのヒーターの入れ物も汚いし <laughs> 汚いしねちょっとねもう長年長年まあこの余計自分で孵化させたりやり始めてもうかれこれ5年ぐらい経つので 昔はね、このちっちゃいやつ1個でいいやーとか思って甘,く甘っちょろい考えで育てていたら、なんでどんどんなんで死んでいくのみたいなね。ひよこは温度がないと死んでいきます。<laughs> ほんと。だからほんとね、最初のほんとに初期のうちは大事にしてあげないとダメなんですよね。でまあ春、さっき結構温度あると思ったんですけど、もうほんといきなり 吹かしてから、昨日、昨日ぐらいからかな、昨日おとついからか、もう雪降ってきちゃってね、めっちゃ寒いんですよね。ね、もうひかねそんなんで、まあ、なんとかなりました。よかった。でね、ヒメウザも一緒に入れていて、こんな感じで。 このガラスケースのいいところはね、本当こんな感じで見れるところが、映せるところがいいんですよね、はあ。醤油差しとか見えてるし。で、まあこっちから、どこからでも見えるやと思って。で、ちょっと窓ガラスか。で、なんだかわかんないね、これだとうん、こんな感じで見えます。 で、まあ、蓋も作ってくださいという話で、ガラス蓋が良かったって言ったら、え、もう穴開きの蓋作っちゃったよ。え、早と思って。作っちゃってるよって。早っと思って。まあ。とりあえずね、あのー、いやー、良かった、良かった。ガラス、ガラスのケース作ってもらえて。いやー、良かったです。まあ、ペットシートをちょっとこれ引いてるんですけど、 これだとね、アヒルがペットシート食べてしまうので、ペットシート良くないんですよね。高分子吸水ポリマー食べちゃうからね。まあ、これで、私、このまま置いて、とりあえず、あの、子供たちのノートでも買ってこようと思います。それではまた5分ぐらいのショートムービーでしたけれども、お付き合いありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さようなら。